す。さすがの YouTuber、タナ様とブーちゃんです。はい、というわけで本日もね、やっていきましょう。はい、50コインで買える希望、こちらのね、はい、あのまあもう2つ目のね、はい、まあ解説ですよね。まあ解説ですね、うん、こちらのね、言葉の希望なる言葉の解説です。まあそうですね、はい、まあいろんな方法でいろんな人が買う、まあ LINE だからあれですけど、いろんな方向から意見が多分出てくると思うので、うんうん、それはそれで正解なのかなと思いますけど、そうですね、まあ、作った側としてはこういうことだよっていう、そう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 、そういうので解説で動画ですね。そうですね、うん、一応僕の趣旨はこうです。そうですね、ところですね。まあ見たくない人は見なくていいんですけど、はい、見たらね、あ、ちょっとそうじゃんみたいになるかもしれないね。よくあるやつですね。まあ一方向からのこれはこれで答えですよ。そう、もう歌の歌詞みたいなもんですよ。みんながいいように解釈してくれて、まあそれがプラスになればいいなっていうだけの話でね、はい、ということですね。はい、で本日の言葉ですね、はい、はい、こちらの方がジョークがいれば上等。はい、おこちらはもうほんとそのシンプルなんですけど、うん、まあ意味的には深いかなって思う部分もあるけど、これどうですか、こうジョークがいれば上等っていう言われてどういうことかなっていう想像をしてみて。まあまあでもな、余裕がないと言えない部分はあるのかなとは思いますけど、うんうん、なんかやっぱりそのなんかこう追い詰めされてる時とか追い詰められてる時とかっていうのはやっぱりこうわーってなってるんですね。まあ俺もそうなりやすいところはあるんですけど、でもなんかそういう時になんかちょっとね、アメリカンジョークみたいな一口ペって言えるようなことがあると、なんかその脳がリラックスできると思うんですね、うんうんうん、その時にパッてあ、なんかひらめいたっていう解決策が出たりとか、うんうんうん、まあどうともならないものって別にもう笑うしかねえなみたいなはははみたいなとこもあるし、なんかそううんってなってる時にうんってなりすぎてもどん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 下に行っちゃうだけなんですよ、うんうん、でもなんか本当に笑えないことは笑っとけみたいな意味にもまあ兼ねてっていうところもあるんですけどね。なんかそういうのってなんかやっぱり昔の映画ってよくあったんですよね、そのアメリカ的な映画とかもうピンチな時にこうやめかにジョーク言うみたいなこの状況でみたいな余裕だなと思ったりとかするんですけどウケると思ってそういうユーモアを持つってことはすごく大事だなって思うんですよね、うん、なんかなんていうか笑わせようっていう気持ちって、まあそのお笑いっていうよく言われるものってなんかああいう人たちやっぱりその力を知ってるんだろうなって思うんですよ、うん、なんかその結局いろんなことがあって辛いことがあってでも笑いってなんかやっぱりいろんなものに共通できるっていうか、うんうん、なんかその中でなんかどこにも刺されるジャンルっていうか、うん、すごい強いよなって思うんですよね。まあ喜んだりとか面白かったりとかっていうことって、うん、なんかまあなんか俺なんかつまんないことでになんかこうちょっと悩んでたなって思い返すいい機会にもなるし、うん、なんかやっぱりなんかその僕のこう例えばお店とか接客とかしててもなんか明らかにこう常連さんとかでいつもと違う雰囲気したらあーなんか今日悩んでたみたいなねちょっとはーみたいな感じでため息多めなんか下見がちみたいなちょっとなんか重々しいみたいなねあーなんかあったんですねどうしたのみたいなねなんかそういうこと聞いたりとかして実はどうこうこうこうでみたいなこうなんですよねってまあでも大抵なんかそのやっぱり人生の先輩としてまあ僕の方がね、大体年上なんであれですけど、ああそういう時もあったな自分もって思うと、いやでもこうこうだよねって、まあでもここはここでこう割り切ってこういう風にしてみたらいいんじゃないとか、なんかこう絶対逃げ道っていうか抜け道っていうか、うんうん、成長の出口は絶対どっかにあるんですよね。まあ物事絶対全部が全部そうじゃないし、出口がない時もあるんですよ、まあ、絶対的なね。ここは今ちょっと止まなきゃいけないとかね、歩いてるの歩みを止めなきゃいけないとか座り込んだりとかしたりしてもいるし、でもなんか寝込んじゃったら、ね、もういけないから、まあなんか座り込んでちょっとははって笑えるぐらいのまあいっかみたいな、ね、take it easy ぐらいの感じでやれるとねいいと思うんですよ。だからなんか本当に昔の人ってもうケスらしさだとかねまあまあなるようになるさみたいなこととか、なんかすごいそういう言葉がすごい多かった気がする明日があるさとかね、そういうまあまあそう思えばそうだよねっていう、なんかやっぱりなんかその自分が今までやってきたことが急に全部うまくいかなくなることってやっぱりすごくあって、うん、まあ、僕もそうなんですけど、なんかでもよくよく考えてみたらもうそこで行き詰まった時ってすごい大きい変化のある時で、今思えばあその時でもなんかあの時ってその視点からの視野はなかったけどそっち側に行ったことでこう
成長してきて今があるなっていうものが絶対なんかあるんですよね、うんうん、で今までの観点からじゃない答えが来たりとか、うんうん、あなるほどってだからちょっとそういう時のためになんかそういう時にこうはーって暗い顔してたらいつまでもそれを引きずってしまうから大丈夫やっていこうってポジティブな気持ちになって笑ってねこうバーっていけるぐらいの気持ちでいつもジョークを言えるような気持ちじゃないとダメかなって思っ てでなんかそういうの冗談も言えなくなってきたらやっぱり人間って結構ね差し迫ってるじゃないですか、まあ、なんか1年前のブーちゃんもそういう感じそうですね本当に1年前というか半年前ぐらいですねまあ本人今多分気づくと思うんですけどそうですねもうなんか、ね、ずっとってなってましたね、うん、すごいもう撮影終わったらね気も悪いのかなみたいなうんってなってねなんかいや大丈夫かなみたいなね、うん、いろいろ言ってたんですけどでもなんかそういうのを、まあ、切り抜けた後ってあなんかちっちゃかったなってこんなことでつまずいてたなって思う部分もあったりとかでその時は一生懸命なんですけど、うん、その時 100% でやっててうわ大変だなと思ってやってるけどもうどうにもならねえって思ってやってるけどそこを超えたらなんかさらに上の段階の自分になってるっていうかあなんかこんなもんだったんだなっていうとこもあるし、うんうん、なんかねあの孫悟空がこうねかりんとう1回目登った時はすごい大変だったけどなんか2回目からはすごい早めに行けるようになったみたいなねそういうもんですよ、うん、最初大変なものってやっぱりなんかこうねなんかいろいろ知らないからこう手探りますね、うんうん、でいっけど何十も作でいくけどなんかやっぱりなんかこうこうやって一回達成してゴールまで行った時になんかもう一回じゃあスタートからやってって言った時にその時は早いですよね、うんうん、スタートしてどっからどう行っていいか分かんなくて迷ってゴールしてたものがスタートあここいらないなゴールみたいな、うん、っていうことになるっていう、うんまあ、今回のね動画もそうだと思うんですけどまああのいろいろやってみて気づくと、ね、まあそうですね、うん、なのでまあジョークだもん言いながらこうファーって、うん、テイクイットイージーな気持ちでやってるとまあいい部分まああのもともとどっちみちブーちゃんとかもなんかこう真面目な性格なんで考えるとかね考えすぎてると思うんですよ、うん、まあそうですね硬いんで硬いっすもっとね柔らかくこう体の良いこう柔らかくね言ってくれたらねいいんじゃないかなと思います、まあ、なんかでも吹っ切れるタイミングってそういうお笑いを見たりとかのタイミングが多いかなって思うんで、うんうんうん、うだからまあそのやっぱりねなんかあの気分落ち込んでる時ってめっちゃ心霊系動画見てるからあなんかめっちゃ見たいなと思ってる時ってあなんか行くない時とかすごく思うしだからお笑い見たいって思ってる時ってやっぱりなんかちょっと上向きに行けそうな時っていうかね、うんうんうん、あなんか楽しいなって思える時ですよねだからそういう部分でもね踏まえて自分がこうやっぱりジョークが言える状況っていうか冗談の一つも言える状況になってるかなって思うことで自分の状況って分かると思うんですよ、うん、あ今なんかちょっと、ね、塞ぎ込んでたなとか、うん、なんかそういう風になってるんじゃないかなと、うんうん、まあブーちゃんも僕も多分外に出て人に会いたいタイプの人間だからなんかいやでもずっともう引き込んでこうやってやってるみたいなまあ何の作業もなくこうなってる時はやばい時、うんうん、相当やばいですそうだからそうならないようにこう悪いことがあってもいやうんまあなんとかダメとかまでやってる方がいいんじゃないかなって僕は思いますねうんっていう話の上下いれば上等っていう話でしたはい、はい、こちらはねまあ今回のねお話もねまあ皆さんにどう伝わったかわからないですけどもはい、何かの、ね、プラスになっていればいいなと思います、はいはいまあ、今回の、ね、お話が、ね、気に入ったかどうかわからないですけど、はい、もしよかったら、ね、あの LINE スタンプの方も、ね、販売しますので、はい、下の方から、ね、行きますのでよろしくお願いします、はいはい、そしてこの動画が良ければ高評価、グッドボタン、ね、そして良ければチャンネル登録の方も、ね、していってください以上、次の YouTuber タノ様とブーちゃんでしたしたっけ最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。最新の動画、おすすめ動画もぜひ見てください。